じゃあ、はい。はい。始まってしまわれました。始まっちゃいました。まっちゃいましたね。はい、日曜の11時ということで。クソから元気でやっております。まあまあ、この、まあ、なぜこの時間になったかというと、まあ、サクさんが珍しく出てたみたいなもんで。珍しくて言うなって。コロナ禍やのに。珍しくやって言うなって。自粛もせずに。コロナ禍って言うなって。自粛って言うなって。山口はまだあれか。そのいやいや、山口は、山口は、山口はなんですけどね。宣言出てんの？出てませんよ。出て、まあまあ、それやったらいいか。まあ、山口、出てはないけど、まあ、営業時短とか出てるよね。あー、どこ行ってたん？広島、ちょっと、はい。山口から広島の距離感あんまりピンとこへんけど。まあ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 、場所によるよね。大阪から行くようなもん。そんな感じだね。でも何時間かかったんでしたっけ？まあ俺下道で行ったからね。あ、車で行ったんや。そう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 。いやいやいや、友達の車で行ったから。迎えに来たってこと？迎えに来てくれたわけさ。3時間かけて友達。そう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 。すごいな。すごいっしょ。めっちゃ仲良い。そんな友達おったんや。やめてもらっていいですか？俺はあれ、俺なんか土曜日、その、はい、中高の時よ遊んでた、その、子から、はい、もう友達とも言わへんねや。妹飲み会しようやって言われて、未読スルーしたの。わあ、友達じゃないからね。ではね。まあまあ、友達やと思うで。友達じゃないからね。友達じゃないからね。うん。未読無視ですわ。うん。そりゃそうですわ。友達、友達。友達じゃないです。はい。冗談なんですけど。まあまあ、広島行ったんですよ、俺。はいはいはい。まあまあまあ、広島に多分緊急事態宣言出てる。あ、出てんの？ですよね、確かね。うん。今、うん。世の中に逆行する動き見せたわけや。と、まあまあまあ、友達が、まあまあ、理由があって。はいはいはい。まあ、なんで友達が3時間もかけて来てくれたかというと。はい。友達が引っ越しそうすると。なるほどね。まあ、それを手伝いに行こうかと思って。はいはいはい。なるほどなるほど。まあ、まあ、まあ、全く会えるけど会えなくなっちゃうから。そういうことする人やねん、なさくって。やめてもらっていいですか？いや、なんか。ちょくちょくね、なんなんだろうな。いや、言い方は難しいな。なもういいやたくさん、俺の中でよ。はいはいはい。まあまあ、白状なイメージあるから。これ何年もの付き合いなんですよ、俺ら。あ、そういうことすんねやっていう、なんとなくの驚きが今。ちょくちょく、まあそういったね、こともやりますよ。はいはいはい。あ、まあそんなことで、まあ、引っ越しの手伝いを行こうかなと思って。うん。あ、まあ、さすがにまあ、電車乗ってきてとか、まあ、さすが友達も言えないだろうから、うん。まあまあ3時間かけて来てくれたわけですよ、俺のこと。うん。はいはい。手伝いに行って、まあ。だからまあ、何だったわけで、まあ、一泊二日ですよ。ああ、泊まりで。泊まりで、まあ、やったんですけど。あ、じゃあ、昨日行ったんや。そうそうそう、そう昨日の夜かな。夜、夕方ぐらいには、まあ、行ったから。なるほどね。そうそうそう。いいね、なんかそういうの。うん。まあ、うん。着いて、まあ、その夜やから、まあ、引っ越しの手伝いもそんなにできないわけで。はいはい。一回泊まって、まあ朝起きて、うん、バタバタっと作業して、まあ夜の7時ぐらいまでかかったけど、そんぐらいですかね。本当に。そんぐらいですかね。言うてないよね。内容ないんだわ。で、帰りはでも電車で帰ったの？帰りはもうまあ、まあ、友達も、そら、まあいろいろ、明日月曜日平日だから、うん、市役所とかいろいろあるやろ、手続きあるやろから、まあ、ああ、まあ、帰るわ言うて帰ってんだけど。なるほどね。うん。気使えんねや、そういう。決めてもらっていいですか？なんか、何につけないんですか？人間である部分見せたね。51年経って、ラジオで。俺、人間なんですよ。人間なんです。人間やったら、うん、人間の、あれ、なんか、情みたいなものがあったんですね、サクさん。ありますよ、ありますよ。よかったです。はい。まあそういう感じで、電車乗ったもん乗ったんですけど。でも3時間電車ってきつない？結構きつかった。新幹線ならまだしも。
約3時間かな。うん、3時間ぐらい乗ってたわ。ワンチャン新幹線の方がいいんじゃん。そう、思った。んー、どんぐらいなの？一駅ぐらいか？広島から山口まで。うん、一駅なわけないじゃん。あ、違うんや。や、山口で新幹線通ってんの？やめてもらっていいですかね。待って、通ってた、あ、じゃあ通ってるわ、俺。新幹線は多分ね、なんかいろいろあると思うんだよね。うん。あると思うね。電車がすごかったね。ああ。何十駅行ったかな、俺。30くらい行ってんちゃうかな。でも特急やろ、さすがに。普通に、普通で行ったっすわ。田舎きちいや、だって乗り換えするのめんどくせえなと思ってさ。え、いろいろあったんだよ。あったんだけど。ああ、田舎きついな。3時間、うん、まあ、だから東京行けるからな、新宿。東京、もうちょい行けるか。あったの、あったの。いろいろあるんだけど。うん、なんでその選択したん？全然わからん。乗り換えめんどくせえと思って。シンプルに。そんなめんどくせえね。めんどくさかったんだけど。あれ、車線ごと変えんの？いやいや、電車は変えるんだけど。電車だけやろ？だから言ったら同じ線ではあんのやろ？うん、まあまあ、そうだけど。めんどくせえなと思って。そっちの方向、そっちの方の電車のあれ全然わからんから、なんとも言われへんけど。うん、いや、まあ、何？いや、番線あるやんわけじゃない。うん、何番線とか。はいはい。そこにも行くのがめんどくせもあったし、俺、あまりああいう、ちょっとね、疲れてた電車って、まあ、そう、まあ疲れてたもあるし、まあ普段電車乗らないわけで、俺は。はいはい。不慣れもあるわけよ。そんな、上京してきた、田舎もんじゃないねんからさ。まあそこまで田舎じゃないけど、でも。別に東京、まあ、まあまあ、東京ほどややこしくないやろ。ややこしくないけど、お前めんどくせえなっていう気はあった。でも今、Google とかで出してくれるやん、何番線とかも。いや、出るよ、出るよ。全然出るよ。何やろ、乗る、何？乗ったらいい車両の、何？番号まで教えてくれるやん。いや、もうわかるよ。いや、わかるけど、いや、調べたらわかるけど、うん、シンプルにめんどくせえってかって。アナログ人間が。もう、直線で一本やったらもう楽やなと思って、乗っとけだけだしと思って。全然意味わからへんわ。降りるのはめんどくさいやん。あれ？一時降りて、乗って、ね、まあまあ、時間見て、どの子のっていうのも。そういうの、ね、電車で携帯いじってんのやろ？いじってるよ。黄昏れてたわけちゃうやろ、窓際座って。なんか、まあまあ。スマホいじるにもさ、やっぱ、アニメか、ね、アニメとか、アニメとか映画とかの主人公の何冒頭みたいな。いや、でもやっぱね、やっぱ電車内ってなんかね、なんかやっぱ、窓とかさ、なんていうかな、裏も結構反射して見えるわけじゃない。ああ、見えるね。スマホ画面とか。うん。いや、いちいちなんか動画見てて、なんか、あ、こういうの見てんねやとか、なんか別に思わないだろうけど。そんなエロ動画とか見てるわけじゃん。みんな見ないけど。見ないけど、さすがに見ないけど、やっぱ。通ったけどな、俺。ツイッターとかなんか見てた時とかさ、ああ。不意に流れていくタイムラインとかさ。わからんでもないけどね。たまたま見られたり嫌じゃない？ああ。別に俺見てないのにと見ながら。まあまあ、ちょっと気にしいはあるんだよね。俺、ああまあ、それはわからんでもない。でも俺音楽聴いてるな。だから俺音楽聴いててずっと黄昏れてる風だったわけさ。アプリゲームとかやったらよくない？いや、まあ、そんなゲームそんなにしないからな、俺。ああ、まあ、わかるわ、で、うん。スタミナ消費のためにやってるみたいなとこあんもんな。そう、暇つぶしだし、ログインだしね。うん。そやな、で、なんか知らんけど、容量壊れてる気するしな。そう、なんかね。あるわ。俺、電車で馬娘せえへんもんな。だろ？最近電車乗ってないけど。まあね、その今日乗らないわけだ、俺も。まあな。うん、で、まあ、広島に。わかるよ。なんか長時間電車に乗ってたいみたいな、あれは。うん。楽だよ。旅感というか。うん。わからんでもないけど。でも意外にね、3時間って早いって。1時間半いや、早いって意外と。マジで？うん。1時間、あ、もう着いたんでレベルやから。サッカーの試合2試合分やで。いや、早いって、ほんまに早いって。マジで？もうこの時間でもうついてるやんと思ってて、あなた、何スカイプしてたやんか。のが8時やで。ああ、そうやな。俺が珍しく声かけたもんな。うん。別に今日、
何、うん、言ったら何やろ、次投稿する分はあって、うん、収録するしてるから今、うんうん、撮っても撮らんでも正直どっちでもよかってんけど、はい、まあやれる時にやっとくかと。なるほどね。そうそう、はいはいはい、聞いてくれてる人もおるし。ありがとうございます。あってことで、はい、はい、あいいね。でもあでも遠出し、さすがに俺もちょっと、うん、基本引きこもり体質やけど、うん、ちょっと遠出したいなって欲は若干出てきた。わかる、あるよこれ、出た、ある。どうでしょうか、なんかなんて言うん、一人で電車バーン長時間乗ってたいみたいなのはわからんでもないけど、でもマジでもめんどくさいで、でも最短距離では行きたいの俺。だから最短距離で3時間のところに行きたい。お前のあれで言ったらその1時間って帰れるとこ3時間かけたくはないわ。いや、まあ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 、3時間でどこまで行けるかみたいなのは、え、でも新幹線の電車ちゃうやん。まあまあね、そら新幹線だと1時間つくレベルの問題のにしと、いやいや、あれでもよ、あ、まあまあね、電車と新幹線まずそもそもちゃうからな。逆にバスもちゃうからな。まあね、うん、だからもうそら3時間1時間かかるところを3時間かけて行くの、電車もとも、エンちゃん電車で行くの、それとも、花から1時間で新幹線のとこエンちゃんか。まあまあまあ、うん、だから、ほんまに、まあ大阪からやったら京都、行って名古屋ぐらいかな。京都も1時間ぐらいね、大阪やったら。まあ。1時間かからんのよね。近いときは近いよ。だって大阪は意外にちっちゃいもん。うん。狭いから。うん。香川の次に狭いんちゃうかな。香川は沖縄大阪ぐらいやったと思うんで。もう新幹線で大阪やったら1時間もかからんと思うで。山口？どうやったかな、うん、もう覚えてへんわ。10分ぐらいやない、多分。いやー、1時間かかるんちゃうかな。1時間弱じゃない。名古屋まで行ったら、多分名古屋まで行くのと一緒ぐらいだと思うわ。多分そんなかかるん気がする。まあ、そっか、そんな、わかんねえ。大阪は、大阪そんなに。うん。1時間ぐらい。いろんな、だから制約がないなら旅はしたいなって思う、金とかの。いや今なんだか暇じゃないですか。いやいや、でも暇出んのは頭おかしいよ、大阪から。だって、いやでも東京から、東京の方からさ、沖縄の方になんか旅行行って、それでなんかまた蔓延してるみたいなのもさ、いやいやいや、見たらさ、それはあれやん。なんか、徹底してないからやろ、言うても。なんか、気軽にさ、うん。うん、だってさ、今日あの広島の電車乗ったらさ、広島市で、あの、まあ、広島、まあまあ、何、大きな市、広島県だけ結構大きな町よ、広島市やったら、うん、まあね、でその電車に乗ってたわけさ、はいはい、広島市の駅で止まった電車止まって乗り込んできた、めちゃくちゃ何、野球観戦の待ってたの、あー、カープ、カープ、カープの、そうね、団体さんたちがたくさん来たりとかしてて、コロナ関係ないんやなと思ってたもん。おお、でもまあ我慢の限界も来てんちゃう、みんな。でも自粛出てんねんで、緊急事態宣言とか。広島の、広島も。まあ別に、だから香港とかやったらさ、罰則あるらしいよ。だからほとんどなくなってるけど、日本じゃそれなかなかみたいな。まあできんやろな。できんか、罰則がないからな。言ってるだけやからな。うん、あれよ。うん、高速と一緒よ、学校の。なるほどね。別にみんな全部守ってるわけちゃうやんみたいな感じ。うん、あの、なんかグレーなとこ。一応書いてはいるけど、みたいな、まあまあ、うん。うん。で、把握してない人もほとんどだと思う。まあまあまあね。生徒手帳なんかよっぽど暇な時しか読まへんやん。読まんな。その感じで、まあな、そこまで緊急事態緊急事態宣言の何、うん、詳細、うん、分かってる人、まあテレビとかでやってて一見広まってると思いがちやけど、まあでもそんななんちゃう、そんなんじゃないのかな、何が良くて何があかんかってしっかり分かってる人の方が少ないんじゃない、うん、俺らもそう、うん、まあでも多かったで、電車まあ多いよな、マジ、え、コロナやんな、だって俺今日スーパー行ったけどそれでも多かったもん、いや多いよな、
だってまあ、うん、言ったら中学の時とかよう遊びまめにしてた施設、うん、を2点、うん、そこにスーパーもあるから、うん、で結構廃れたなってか、なんか何個か店も閉まって廃れたなと思ってたけど多かったもん今日日曜だし多いよな。でも電車でさ横の乗ってくんねんね。もうでもしゃあないやろ。まあさすがに廃墟明石焼き食ってんけどお昼、うん、そん時はなんかあれ一応何、うん、二人掛けの椅子のところに一人はみたいな、なんかそう書いてあるよな、うん、あるけど、ね、電車はなどうなんかなと思いながら。電車は、あ、でもな、電車こそなんかそういうのやらなあかん気する。まあでも、座る人少なくなったら、それではそれで不満出んのちゃう、知らんけど。もう出るやろうけど、まあ。言ってる場合じゃないやろと思うけど。うん、でももう、ね、コロナやのにめちゃくちゃ横乗ってくるやんと思いながら、俺は。あ、だから、で、あれ、ワクチン打ったら大丈夫って思ってる人も多いんじゃないから。いやまあ、ワクチン打ったからもう無敵や状態、マリオで言ったらスター、てててれれてれれての状態、うんまあ、になってると思ってる人もおるらしいから、うん、それはちょっともう、積んだなって俺は思ってる。もう差別したらあかんけどさ、うん、おっさん横ないと嫌やな。わかるわ。なあ。でも俺らも行く道やなとも思うからさ。え、今回はさ、俺ね、ラッキーやったの、お姉さんやったからラッキーやったよね。俺、だから一個人生の目標はあれかな。うん。まあ、汚いおじさんにならないから。そう、それな、ね。それ。なんか顔がとかじゃなくて、なんて言うんやろ。うん、ちょっと結構、清潔感あるな。そう。あれは。清潔感は保って、いっかな、うん、だから人生の目標そこちゃう今。それやなほんまに。はい、てなわけで。まあいろいろ大変ですけどね。はい。はい、頑張っていきましょう。頑張りましょう。ゆりかまとちゃむし第53回です。53回です。お願いします。お願いします。はい、はい、久々にゲーム系の企画というか、はい、やろうじゃないかと、はい、ということで Wii の売り上げランキングソフトね、はい、見ながら喋る。前やったしね、なんかね、前確か DS でやったんかな。 DS かな、 DS とゲームボーイアドバンス、はい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 、はい、でやって今回 Wii ということで。 Wii どうですか、はい、持ってました？ Wii 持ってましたよ。出ました。俺も持ってたけど、なんかそんなに、うん、よくないな、でも言うて。そう、あんまり熱中したゲームないのが正直なとこやねんな。スマブラかな、でも。うん、まあスマブラやな、確かに一番は。スマブラか、マリカじゃない。まあ今回は、うん、まあアマゾンのランキングちょっと、じゃあ下から見ていく。ああ。はい。わからんな。マリオ&ソン、うん、でもマリオ&ソニックは、ちょくちょく出るよね。出るよ、みたいな。時代感じるね、ロンドンオリンピックっていうのがまだ。ロンドンオリンピックの。そっか、2012年、8、9、10、11、12ぐらいかな。うん。今やってるやついるの、いるのかな。いやー、あんまりイメージできない。いないだろうな、ロンドンオリンピックやってるやつなんて。こういう、エキンレイブとか、こういうのはわからん、正直もう。初めて見ましたね。でハイスクールミュージカル、これなんか映画やろ。映画なの？ハイスクールミュージカルっていうなんかよ何？学園もの映画だろ。青春。ゼノブレード。ゼノブレードはでもよう実況動画上がってるイメージあるけどな。ああなんかよく見るけどね、やったことないな。
ゼノブレイドは結構そのイメージあるな。面白いんだこれ。あ、これ友達んちでやったわ、マリオストライカーズ。なんかダサくでしょこれって。まあまあダサくのイメージある。なんかめちゃくちゃやなって思ってた。うん。うん、で、大怪獣バトル、ウルトラも殺し、小学生ぐらいの保育園子供やるんじゃない？な。な。うん、ファミリア。あ、なんかあったね。これなんか、ファミリーフィッシュ。あった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 。パッカーみたいに、なんか、水曜なんやったよな。あ、これこれこれ。おぉ。これこれ。なんかあったな。うん。マイクの音声死にますよ。うん。お前、マイク外れちゃった。そう、これ。あったね、この、専用のね。この変な形のやつ。うん。あったわ。いいなぁ。ファミスタな？ミスタな？ミスタでこれやったことないわ。俺、なんか、なんか、うん、見たことあるぐらいな。なぁ。うん。あんまピンとこへんよな。うん。で、あー。ペーパーマリオな。俺、それよりゲームキューブだな。あ、そうやな。俺もゲームキューブやわ。これ、どっちかという。うん。ああ、Wii も出ててんな。出てたんだよね。うん。で、今は確か、スイッチとかでも出てたよな。うん。なんか最近出てたよな。半年前ぐらい。なかったな。これ、クソゲーで有名よな。うん、クソゲーやな、これ。ギシャービー。パーフェクトコンサート。これはなんか、YouTube で動画見たわ。うん。すげえ。ああ、スーパーマリオギャラクシーね。ああ、持ってた友達。これ知らん、俺、ポケモノゲームやのに。ポケパーク、ピクチン大冒険。知らねえ。ファミリーフィッシング結構流行っててんな。の。2作目出てるってことは。そうね。うん、まあ、兄弟よったら楽しいんかな、こういうゲームって思うわ。ウィーとか、ああ、そうね。ああ。これも実況動画弱がってたイメージあるわ。怖いやつやな。うん。ホラーゲームできへんからな、俺。今回、次ホラーゲーなんで。実況お前も一緒にやるって。お前がパソコン買ってからやる。お前がパソコン買ってからやる。なんで、バイオしときなよ。画面共有してやるよ。バイオシリーズしなきゃしときなよ。バイオまだホラーゲームっていう感じでもないやん。でも怖いけど。いや、もうホラー、怖いからやりないんだろ。ドラクエソード。ドラクエな、なんか流行ってるよな、なんか。流行ってるね。あ、あったわ、ケイト・カービィ。あー。これは知ってる。見たことあるな。シェイプ・ホップ・ボクシング。あー、なんかお母さんに。この辺からじゃん。B ぐらいからじゃん、でも、うん。エクササイズかけるゲームみたいな。まあ今のさ、はいはいはい、あれ、うん、リング・ヒット・アドベンチャーみたいなの走りという。うんはいはいはい、うん、Wii ぐらいからよな。そう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 。じゃあ、ファイアーエンブレムね。マルスだっけ？マルス、マルス。でも、うん、でもわ、ようわからんね、俺も。あんまり知らんわ。うん、俺も知らん。PS4 のゲームちょっと興味あねんけど、風化雪月やったっけ。そんなんや。で、タクトーブマジック知らんわ。あ、でもなんか知った気がする。見たことない。初めて見たわ。で、稲妻エレフ。あ、もうゴーなんや。この時。DS だね、俺らって。DS、DS。うん。シャ・ジャスト・ダンス。こういうのね。あリズム天国な。DS だろ、これも。DS のイメージだ、うん。マリカーもな。マリカーでもハンドル覚えてるわ、この。マリカーってこんなレベルした人なんだ。なんか友達ん家でやったわ、これはよ。泊まりに行った時。やってた、やってた。ゲームキューブでやってた気がする。なんか、なくて。ゼロは怖いな。パッケージで買おうと思わへんもんな。やろう、ゼロ。あ、さら。ああ。たわ、これ。ゲームキューブだ、俺も。それは。これよ、何ショッピング施設、うん、施設と、何うん。試しにやっていいですよ、みたいな。はい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 。ようやってた。記憶があるゲームキューブだ俺。え？ポケパーク。ポケパーク。
知らん。知らん。知らんわ。ポカブとかか、これ。嘘かちじゃなくて。ブラックホワイトって書いてんの。俺、ブラックホワイトやってへんねんな。ちょっとしか。やった気するけど、やってない。記憶にないな。全然覚えてへん。うん。踊る。あ、メイドインワリオな。シリーズな。メイドインワリオはおもろい。おもろい。で、うん、これスイッチコントロール。あ、これはいいわ。これ多分あれやろ。スマブラ用やろ。うん。で、ドラクエ25周年記念、1、2、3、へぇ、Wii で出したん25周年を、Wii で。Wii で。うん。Wii パーティー。なんかこれ、マリオパーティーみたいなもん？あれじゃない、なんか、わからんけど、なんかミニゲームコーンとかいろいろありそうだよね。あー。どうもり？あ、どうもり全然。知らんわ、街で行こうよ。持ってた俺。へえ、やってた。やってた、やってた。サクドモリ結構好きよな。ドモリ結構、なんか、何？無心できる。ああ。何も考えずね。マイクラとか好きやもんな。好きだね。で、スーパーマリオ2。うん。桃鉄知らんわ。桃鉄知らんな。あったよね。Wii の桃だと俺、スイッチの方がめっちゃ久々やったもん。うん。イグミンね。スーンなんだ、これは。リメイクか。ああ。あ、ウィーフィット持ってた、親が。やったやった、ウィーフィットは俺。プラスやけど。初めてのウィー、これは知らん。うん。あ、ウィーフィットね、これこれ。懐かしいわ。スマブラで出てきたとき笑ったけどな。そうなの。ああ、出てたね。え、よったね。トレーナーだろ？ドンキーコングも俺ドンキーコングとかやったことないねんな。持ってる俺。マリオパーティー持ってた持ってた。友達んちでやってるとおもろいよな。なんか見ないでとおもろいよこれな。うん。あん、でも最後にやったん5歳とかかも。いや、そんな前なんだ。親とやった以来かも。お、マジか。マリオスポーツミックス。わからんわ。これ何？バスケ？バスケやね。ミックスってバスケだけど。うん、バスケと、ドッジボールじゃん、これ。全然、あ、だから、俺、マリオのバスケやったら、あの、DS でやった3-on-3のやつ。あったな。あれめっちゃやってたけど。めちゃくちゃ、あれやろ、あの、技出すやつやろ。そう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 。あ、まあ、マリオ基本全部技出すけど、スポーツ系。謎の。まあまあまあ、謎の。うん、カービィね、カービィやった気するわ。カービィなんか。うん。うん。うわあ、ゼルダのこれ持ってた、トワイライトプリンス。おー。犬なってからなんか積んだわ。全部やれてない。リンク言うの？ゼルダの伝説。やったわー、これ。ゼルダってさ、うん。プリンスやん、ね。プリンセスか。ゼルダは女の人やで。なんか。リンクが主人公やんな。リンクの伝説やないんやな。うん。俺でも、ほとんどゼルダ系やってへんねんな。ゼルダちょくちょくしか出てこないくない？なんかそのイメージあるね。なのに、ゼルダの伝説なんやねんな。うん。今、ゼルダ無双ってあるやん。うん。ちょっと興味ある。リンクじゃんね。うん、リンクじゃん。ゼルダの伝説やから。なんなんやろな、ほんまに。わからんわ、確かに。タイトル意味わからんやな。ああ。で、あ、マリオ、マリカはやっぱりあれやってんな。まあ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 ね。マリカはそらそうか。うん。で、スマブラ5位か。5位なんだ。このスマブラがでも一番やったかもしれへん。多分一番人気なんじゃないの？友達んちとかやるの、ね。違う、ダイランドの方、あっちの方が。ゲームキューブの方が人気なのかな。どうなんやろうな。でもキャラ数で言ったらここで急に増えたやん。まあ今のやつも今のやつであれやけど。でもゲームキューブじゃないのかな。なんか、いや、一つの画面でやるのがやっぱおもろかったなぁ。って気がする。うん。で、マリオパーティー8。思ってた。え、マリオパーティーフリークやな、お前。マリオパーティー、いろんなシリーズ持ってる気がする。ゲームキューブあたりから。家族はやっぱ兄弟いるわけ。あ、まあ兄弟おったらそっか、マリオ
パーティーな、ちょうどいいもんな、うん、ちょうどいい、確かにな、憧れるわ、うん、そういう一人っ子やから、はい、なんかそういうの憧れた、確かに。321なんやろうな、なんだろうね、ポケモンとかちゃうのかな、ゲーム、なるほど、任天堂、うん、ねえ、カービィ、カービィ、まあ、やっぱまあ、ビースポーツな、あビースポーツな、なるほどね、ビースポーツやったことないんだよな、でもな、ビースポーツリゾートの方やってた俺よ、あ、そうなるんや、マリオは確かにな、そら、それはおもろかった、それはおもろかった、確かに、友達んちで、うん、ほとんどでも Wii って俺友達んちでやってるわ、こう思ったら Wii 持ってんの Wii 持ってる、持ってるは持ってる、うん、でもなんか Wii って家族用ゲームあるからのイメージやからさ、うん、で51位からその辺まで、うん、で、わからんこれ、そうでかこれもなんかバトルレボリューション、うん、何これ、あもうちょくちょくあるよね、こういう系のポケモン、あなんかこれ知ってる、やってないけど、全然ピンとこへんわ、でも残らん、天ウィーなんや、へあれ天が一番あれなんやったっけ、ファイブか、え、わかんない、あんまりだろ、シリーズあんまやんないんだよね、ウィー、やっぱりウィーのゲームってピンとこへんな、アンパンマン、ニコニコパーティー、マリオパーティーに対抗したんかオブーナ、なんか知ってるやつ出えほんかな、ドラえもん秘密道具を決定戦、ドラえもんのゲーム なんかこれ持ってるわ、意外とこんな殺伐としたやってた戦う、ウィー持ってないけど、これなんか知ってこれ映画やったっけ、ウォーリーって映画、映画、ウォーリー映画やったよな、ロボットのやつやな、ポッケンってこの頃からあったんや、安っポッケン安っ、あーすげえ、バイオ、アンブレラクロニクル、知らねえ。リリースブートキャンプ。太鼓の達人。フォーエバー、なんか映画っぽいの特徴あるな。の。パープル。海外で売ってたんじゃないの、そういうのって。メジャーリーグで持ってたけど。メジャーリーグ。友達やってたのかな。ああ何やってた、これ。これ。うん、これタイガーウッズ？タイガーウッズ。タイガーウッズだね。ああ、ゼルダ。ここもゼルダあんねんな。うん。で、ウィーフィット。フランジール、知らんわ。知らねえ。太鼓の達人。ドカッポン。あ、ジャングルビート俺持ってるよ。ジャングルビートどれ？ドンキーコング。ああ。これ。なんか持ってたわ、これ。ドンキーコングとか好きやな、お前。いや、兄弟いるからね。ちっちゃいからでっかい子には、え、でも女兄弟やろ？妹やろ？妹とこれやってた。妹、妹でも友達、男でも友達多いやんか、やっぱそれは。だから妹もそんな流れで。なるほどね。うん。戦国無双な。ジオン怖っこんなんあるんだ。あ。初めて見た。戦国無双とかな、俺持ってるわ。おもろかった記憶あるけどな。持ってる持ってるこれ。カラオケ、カラオケ今もあるやな。あるんや。ニンテンドー、あれじゃあ、あれスイッチで。ああ、スイッチか。うん。うん、戦国俺、俺持ってるわ。こんな近いとこにある。スリー、モーショーデンの次が。ああ。スリーの次がモーショーデンの。やってたん？やってたやってた。あのなんかね、戦国無双ってシリーズものによって最新作とかやったら、あの過去の作の品をアップデートしてされるんよね、得点がもらえるんよ、あなんか持ってたらね、あそういうのはね、竜の子とかもあるよな、そういうの、そんな感じそんな感じ、あなるほどね、うん、どうもりこれは、あ、これは一緒か。一緒やで。いただきストリート。何これ DS 持ってたわ。いや、知らんわ。鈴宮春日の並列。桃鉄と一緒やで、あれ。うん。あ、そうなん？うん。あ、ハリーポッターのゲームちょくちょくあったな。ああ。
原作の方見てないから何とも言われへんけど。見たことないの？うん。バイオ。パンドラの塔を君の元へ帰るまで。何死にそう。バイオ、バイオ。あ、ウイレね。2013か。うん。まだ香川が表紙や。香川まだいるの？香川な、アメリカ行くって言われてるな。あ、そうなんだ。うん。モンハンあったよな。モンハン、思ったより人員低いな。もう、もう記憶ないな、でも、モンハン。お前、モンハンやらへんもんな。いんな。やらん。な。まあ、こんなところかな、100位ぐらいまで見たけど。100位ぐらいまで見たけど。あれやな、あんまピンとこへんな、でも。そうね。何個かやってるのはあったけど、俺は。やってるやろうけど、でも、備えにピンとこへんな、正直なとこ。うん。まあ、これの次、PSP やろうと思ってるから。逆じゃねえか。いや、時系列的にはでも、Wii の後ちゃう？ PSP。Wii の後 PSP が、さっき最初だろ。だって PSP、中学の中2ぐらいからのイメージあんねんけど、俺。そうなのかな。小学校の時やってなかったな、俺、あんまり。小学校の時、うん、なんか DS と Wii ぐらいやった気するから、今日今回 Wii 選んだけど。もういいわ。まあ、次は PSP で、その次、その次もないか。次なんだろうね。スイッチ今やもんな。スイッチ今だからな。ないの。PS4。PS4。プレ2とかいいんじゃん。プレ2俺持ってたけど、なんか全然、でも、プレ2とかそれこそこの時期ぐらいじゃん。この時期というか、俺なんか、だから2008年、うん、9年ぐらいじゃん。うん。10年、10。もう10年超えるとプレスリーぐらいやったき、プレスリー持ってなかったんだ、でも俺。俺持ってないな。プレ2は持ってたけど。うん。プレ2なんか。プレ4はな。なんか。難しくない？プレ4むずいな。うん、まだな。うん。だから PSP が最後ちゃう、うん、次の。最後やな。そうやな。このシリーズは。はい。はいはい。てなわけで。はい。カニカマとシャムシ。はい、エンディング。はい、エンディングです。久しぶりに40分届きそうやん。そうなんだ。いつも言ってないんだ。最近35分ぐらいで終わってて。そうなんだ。ちょうどいいなと思ってたけど。うん。今回はまあまあ、はいはいはい、まあこういうランキング系見るとなかなかね。うん、久しぶりのランキングですよ。でも、うん、ウィーねー。うん。まあ、今回は薄味会です。そうだね。あんま俺、お互いなかったね。あんまり思いなかったね。うん。うん、Wii に対して、モチベーションと。うん。今、生産してないよね、Wii って。もうないやろ、さすがに。もう終わってるよね。うん、結構前よ。ねえ。うん。今、この時代に Wii やってる人いるのかな？何やってるんやろ、うん、逆にゲーム実況とかまあやってるだろうけど、あれ今のマリカーってさ、うん、あの Wii みたいなさ時みたいな、うん、あのコントローラーあんの、ハンドルの。もうあだろ、あの何プロコンだっけ、ジョイコンハンドルみたいな、ジョイコンそんな感じあるんじゃないの。やるんかな。あるだろ、それは。あるんかね。まあ、あれやろな。ないだろうけど、あんな感じじゃないだろうけど、コントロールであるだろう。あ、さすがにあるか。うん。まあまあ、でも歴史を見れていいや。そうね。ゲームの。あれ持ってないわな、誰も。いえ、ちょっと、うん、なんか、いい家というか、にはあった気する。うん、あんないらねえだろ。兄弟が思って。俺一人っ子やからさ、あんまりマリカーとかさ、うん、マリオパーティーとか、マリオ系がさ、やっぱアドベンチャーになってくる。ああ、そっか。一人だもんな。一人やからさ。で、うん、家も基本一人でおったからさ、ちっちゃい頃。うん。あの、あんまり人と遊ぶって感覚なかったの、ゲームを。そうそうそう。うん。うん。だから、ああ、そうやな。Wii、多分確かに Wii ってなんか友達とするもんだもんな、なんかな。うん。そうやね。俺に向いてないね、うん、俺の人生には。
あれまあまあだから、友達んち、家にあったけど友達んちでやった方がプレイ時間は長かった気がする。ああ、なるほどね。うん、いいよ。ちょくちょく言ってたもん、友達でやってたって言ってたもんね。そうそうそう。うん、友達んちあったわーしかなかった。うん、ああ、だから、自分のスマブラ持ったん、スイッチが初めてもん。あ、そうなんや。そうそうそう。おぉ。マジで。うん。だから、毎日小6ぐらいの時は、うん、学校終わったら、友達ん家行って、うん、スマブラ大会。あったけど。そう、駄菓子買いに行って、うん、駄菓子屋で。うん、で、友達ん家行って食いながら、うん、順番待ちの時に食いながらみたいな。うん。ああ。6、6におったら最下位の何、2人交代みたいな。あったけどそんなやつ。あったよ。え、まあ、8人ぐらいまでできんやったっけ？どうなんだっけ？そのぐらい。なんかあんまりあれやけど。あんま記憶ない。8人ぐらいになったら逆におもんないんちゃうかな。おもろいんかな。ごちゃごちゃしそう。な、めっちゃごちゃごちゃしそうやな。うん、神殿とかでしか成立しなさそうやな。うん、なんか急になんかワンパンクやってぶっ飛んでそう。もうテクニックとかじゃないやろな、そうなると。うん。運やろ、うん。たまたまなんか流れ玉当たってバーンだろ。そら、いやー、でも大人数でゲームおもろいけどな。おもろいけどな。また機会があったらやりたいですね。そうですね。あ、俺ら何もしてないから今ゲーム。ほんとな。まあ、サクさんの環境が整ったらやり始めましょうよ。そうですね。うん。はい。はい。はい、じゃあ、まあ、最近ですか。TikTok ついにフォロワー850人超えまして、1000人までだとちょっとなんで、はい。もうちょっとですね。はい、ちょっとですね。あ、これが、はい。サクが踊るのもうすぐなんで、1000人超えて。は。するか。そこ、その辺もチェックお願いします。ってなわけで、そうやな。あと、スカーレットネクサスと龍が如く7、引き続きよろしくお願いします。サクさんの配信もぜひ。ちょっとたまにやってるので。たまにやってるらしいんで。はい。はい。俺も TikTok ライブ最近ちょくちょくやってるから、そこ。TikTok ライブやってんの？なんかできるようになった。なんか、条件クリアしたみたいでできるようになった。なんか、ある日突然見たら、ライブっていうのが増えてて、あ、できるようになったんやって。どんなライブ配信してるんですか？普通にこんな感じよ。雑だ。来るんすか、リスナーさん。なんか、めっちゃ入れ替え早いしけど来るで。来てくれんねや。ありがとうございます。うん、はい。てなわけで、お相手は、俺か。俺だよ。あかんな、なんか忘れてるわ。お相手は柏天と。サクでした。いやちょっとして。ごめんなさい。はい。